はい、どうもこんばんは。 YouTube 界をさまよっております。一人寂しく絵を上げて YouTube の中をさまよっております。私はダンディです。はい、うちのカバンにお日さん一つ、友情お日さんと書いて一つ、雨が降ってもまた明日。これ最高の友情じゃないですかね。歌に勝手な解釈をするな。はい、怒られそうですか。ジャリンコ知恵動画再生回数に恥を占めやがって、調子に乗って出しやがってと思われるかもしれない。しかし泉春樹のんだ傑作、ひらめちゃんをかかんわけにはいかないでしょう。個性は芸術、芸術の爆発、うちの一生懸命、これに教えられたじゃないか。ひらめちゃんならね、やっぱりね、やりますよ一生懸命ね。これを見てください。うちあるだけの力を出したもん。これ一生懸命やるということをひらめちゃんに教えられましたよ、私はね。うん、一生懸命やった、あるだけの力を出した、だから負けても泣かないからと涙をこらえているひらめちゃんに、やらないならまさに泣くにも泣けんのですよということを教えられました。教えられただろう俺はと。恥ずかしいですよね。他人のバットボタン、味を占めやがって、調子に乗りやがってというコメントもつくかもしれない、バットボタンもつくかもしれない。しかしそんなこと気にしてね、絵をあげない、この愚かなことをするところでしたよ。やりたいことね、これね、やりたいことをやるから胸を張れるんではありません。やりたいことを持っている時点で胸を張れるんです。胸を張っていいんですよ。だからね、これを見て皆さんも ね、やりたいことがあるんなら、それはあなただけが持てるやりたいこと。他人はあなたのやりたいことをあなたのモチベーションで持てませんからね。あなたのやりたいことはあなただけが持てるモチベーションなんですから、それは誇ってください。はい、そんなひらめちゃん、こうですよ。絵も相撲も塩せんべいを食べるに至るまで一生懸命ができる彼女はやっぱり可愛い。もうそれではね、もうこれもう書きましょうよね。ひらめちゃん二十歳になったら動画でお会いしましょう。ひらめちゃん二十歳か、書きたいね。書けって言ってたからね。ひらめちゃん二十歳動画で出会えることを願っておりますね。願わくばこれが見たかったね、アニメーションでもね。うん、本気を出してへんやろかみたいな、本気を出さんと負けますよちえちゃん、私本気でやるわみたいなこと言ってたけど、アニメーションでね。でも結局やっぱり考えすぎちゃうね。やっぱり同い年と揃うとね、お母さん気質が出ますからね。どうしよう、本気出さな、負けてしまう、負けますよちえちゃん。そしてそんなちえちゃんの悩みを知ってか知らずか、ひらめちゃんはね、もううちは友達だからちえちゃんと本気で一生懸命の相撲がしたいのにな、ちえちゃん本気になってないわという内心のひらめちゃん。ここまでやって鉄が乱入してほしかったね。デクノボリーとか言って、ちくしょう負けへんぞとか言ってね。うん、まあそれはまああんまり誰も覚えてないかもしれませんが、惜しい。これはやっぱり書きたかったな。うーん、これは可愛い特組合だったと思いますけど、まあ決着つけれんってのは分かりますけどね。どっち勝たす、どっち負けさすわけにもいかないと思いますが、うん、それではまた次の動画でお会いしましょう。ジャリンコ知恵動画を最後にするって言ったじゃないかお前は。うん、何ですって。これはひらめちゃん動画ですよ。なんて言ったりして。では、さようなら。また、いい夜を。